演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、近くのスーパーでお寿司とわらび餅を買ってきたのでこれを食べたいと思います。で、なんで突然こういうものを用意したかというと、実は先日このようなコメントをいただきまして、これって多分お寿司を食べてレビューしてほしいってことですよね。それ合ってますよね、これ。なんか今にさ自信がなくなってきたぞ。で、自分は甘いものも好きなんですけど、ちょうど近くにこんな大容量のわらび餅も売っていたのでこれも買ってきました。では、まあ、では早速食べていきたいと思います。自分キュウリが苦手なので、ちょっといわゆる海苔巻き系は入ってないんですね。近くのキュウリスーパーですね、それが入っていたので。でもこういうのいいですね。おっ、いい香り、お酢いい香りがしてきました。ちょっと形崩れちゃってますね。ちょっと崩れちゃってるやつ、この倒れちゃってるやつからいただきたいと思います。ではいただきます。一貫一貫ごとに旨味がありますね。もっと早く食べるべきだったかな。はい、次はわらび餅いきますね。これもきな粉たっぷりで美味しそうだ。ではいただきます。プルプルがすごいですね。それにきな粉も程よい甘さ、いや、きな粉さ、砂糖と言うべきかな。こういうのはほんたっぷりって嬉しい。お寿司は酢飯の味がさっぱりしていて、それぞれのネタの歯ごたえや旨味が噛んだ瞬間に口の中にふわって広がってきましたね。ネギトロとかサーモンとかイカとかいろいろありましたけど、個人的にはネギトロが一番口の中にふわっと香りがきて美味しかったです。なのでそちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。もちろん他のネタも全部美味しかったですよ。この次はちなみに言っておきますと、なんかイカがおかしいな、あのアナゴのかば焼きというか照り焼きというかそういう感じになってました。でそしてわらび餅はプルプルとした食感があって、その中から程よい甘さが口の中に広がってきましたね。噛んでそこまで弾力が強いわけでもなく、かといって弱いわけでもなく、ちょうどいい感じで感じられる、すごくバランスのいい予算です。いい商品が目応えになっていたと思います。もっと考えて喋るって話に言われそうですが、本当こういうリクエストは大歓迎ですね。というわけでわらび餅の方もこちらの点数とさせていただきます。はい、こういうスーパーのものも買ってみると意外と美味しいものですね。いや、意外とって言うと失礼か。それでは元旦に死を迎えるほど最悪や、本当に最悪ですよね、こういうのは。絶対そういう風にはなりたくないぞ。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。